ロシア連邦大統領専用機は、ロシア連邦大統領が使用する専用の航空機。ブヌーコボ国際空港に着陸する、イリューシンイルマイナス96から300プ2008年、ロシア連邦はその国土が1710万平方キロメートルと広大であるため、ロシア連邦大統領は、外国訪問のみならず、国内での移動に際しても航空機を利用しなければ、ならないことが多い。 そのため専用機には長い航続距離が求められる。ボリス・エリツィンが1996年に SV 入り有ン記念航空複合体制のイル -96 を大統領専用機として使用して、以来ウラジーミル・プーチン、ドミートリー・メドベージェフと歴代のロシア連邦大統領がイル -96 を専用機としている。専用機は フェルミエンジン製の4発エンジンを搭載し、9500km の航続距離を持つ。無給油で 14000km を連続飛行できる性能を持つという。専用機には、イル96から300プという型番が振られている。なお、プとはロシア語で、司令書という意味である。そのスペックから、空飛ぶクレムリンという異名も持つ。現在のロシア連邦大統領専用機は、 RA-96021 のレジ番号が付与され2014年に納入された。2015年にロシアの航空機製造会社である統一航空機製造会社はロシア政府より新たに大統領専用機の製造注文を受注した。ありがとうございます。